リスマ。現在入院2日目で夜間の検査2つ目ですね。ETCO2 検査というものをやりまして、今夜はこの鼻に管をつないでこんな感じですね。はい、睡眠時無呼吸症候群の検査をします。で、管が鼻から伸びてて、ここの真ん中の機械に、こんな感じの機械に届くようになっていて、で、あとはもう一本指に管がついてる。昨日も指先にあったんですけど、今日も指に1個管がつくって感じになってます。で、胸の帯同も見ているということで、まあ基本は多分鼻からの呼吸が止まる時間がないかっていうことなんだと思うので、まあ、そのチェックを今夜していきたいと思います。はい、まあ思ってたほどは気にならないので、これに関してはまあちゃんと寝てチェックしたいと思います。検査の結果などはまたお知らせしますので、まあお待ちいただければと思います。ではまた。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったよ、参考になったよという方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。